美味しそう。美味しい？朝日と言いつつ、魚気がするの。見て、朝日。美味しそう。美味しそうだね。今日ちょっと肌寒かったからさ。わかる。ね、これ最高のチョイス。キミヤさんはアジフライ定食です。いただきまーす。美味しい。なんかもう幸せすぎない？みんなと学校来てん？学校？うん。それまで意味わかんないから。うん。はい、どうぞ。私30になってからだ。ほら遅いじゃん。うん。剥がし調理器ね。ブレンダーみたいな箱。おお。ありがとうございました。てん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 。1日の3分の1の野菜が取れるんだって。すごい。飲んで飲んで。飲んで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 。ケール。美味しい。美味しい？なんかパイナップルの香りが鼻から入ってきて、でも飲んでるのはケールって感じ。うん。やってきました。里見ヶ丘公園。あれですね。もうザ・ゴールデンウィーク公園です。すごい。ゴールデンウィークなのに程よい人間加減。あ、ツツジだよ。何の歌なんだろう。すごい綺麗に感じたりしてる。ね。よいしょ。今回私が買ったのはこちら。ちょっとこれ、黒蜜がちょっと甘いかな。キミヤさんはこちら。大葉味噌、いいですね。そして私はこちら、じゃじゃーん、お花見団子。はい、はい、うん。3から5の5日間、札幌のよさこいソーランチーム、うん、富士、北大、ホンダカーズ北海道が恒例の合宿を行っている。あ、これ合宿？合宿してるの？え、めっちゃ楽しいじゃん。で、高校の体育祭の時、うん、アラジンとか、うん、ああいうのを踊って、うん、みんなで神社とかで練習したりして、ああいうなんか声が周りに活気づかせるね、うん、ね。あ、踊る人とフラッグをめっちゃ、フラッグ振ってる人めっちゃ大変じゃない、うん、ずっとこうぐる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 。あ、シャロのハンバーガーも食べてみたいな。あ、なんとかフォレストでしょ、うん、1個半分にする、うん、飲んでっか。クレープ食べよう。うん、はい。あ、刻んだイチゴも入ってたかも。うん、おいしい。かわいいね。すごい、こんなにいっぱいあるのになんかまとまってるね。すごい。このすっごく美味しそうなお水に入れます。いつもです。赤ずきんさんに来ました。なんかとんかつ食べたい。迷うな。トントンドにしようかな。このドレッシング自分で買わないけど好きだよね、わかる。食べたい。わかる。やっぱり元気出るんだけどさ、うま、ん、っ、うん、あ、これ写真撮ればよかった、早くかな。今回挑戦するのはこちら。今回ジジですね。めちゃくちゃ難しそうです。いきます。うん、てん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 。やったー、やったー。
った。待ってどうしよう。迷うね。やっぱり油淋鶏好きだから油淋鶏しよう。みんな。みんなここ来てて、できあのオープンしてから。で池田の知ってる人はさ、あ、これもできたんだみたいな。池田から来たの？池田にも多分あるのかな。移転じゃなくて増えたのかな。はい、私が頼んだのはホイコーロー定食です。麻婆豆腐1人前ぐらいついてる。美味しそう。本当に甘い。辛い。本格的だね。もうここでも絶対だね。火鍋食べたいなと思ったの。でも俺拾いないよなと思った。キネオさんの車を車検に出したんですけども、そしたら鍵が開かなくなってしまいまして、今家にあったもう一個のスペアキーを使って、開け閉めしているところなんですけども、スペアキーだとなぜか開きました。この文化センターの中に入っている新しくできたカフェです。ここだここだ。ニベアはね、一生ニベアだね。そんな心も確かに。